こんにちは、児玉貴弘です。ご無沙汰しております。実はですね、ここ最近は動画投稿をサボってある企画を作ろうとしていました。はい。それは何かと申しますと、今回の話のポイントになるんですけども、アトピーアカデミーを開講しようと思います。まあ、アトピーアカデミーというとなんか大それたように聞こえるんですけど、まあ、ただの LINE グループです。ただのその LINE を登録してもらって、で、なんか情報もらって、こう、直しましょう、アトピー直していこうっていうようなグループになるんですけど、まあでもね、これはね、僕としてすっごい力を入れて作ったんですよね。まあ動画投稿サボったっていうのは実はこれのために、とも言ってもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ何かというと、やっぱりその当時ね、僕はアトピーだった頃に、アトピーを治すためにすごい思ってたのが、自分がちゃんと納得のいくものであればもうどんなことだってやりきってやるっていうぐらいの覚悟を持ってたんですよね。でもね、やっぱりこれ僕の主観ですからね、気を悪くしないでほしいんですけど、やっぱお医者さん、当時のお医者さんは僕を本気で僕のことを思って言っててくれてたんじゃなかったと思うんですよね。僕の目を見て話もまずしてくれないし、肌も触ってくれないし、見てくれないし、ただパソコンで見て、ああ、あんたそれアトピーだねって、検査でもしたんですかと。何を見てアトピーだって分かんねえみたいなくらい、勘で分かってたんか分かんないんですけど、っていうぐらいの感じだったし、で、それに対してはいつも薬を塗りましょう、薬を塗りましょう。で、薬が効かなくなってきた。じゃあちょっと強いの行きましょうとか、保湿ちゃんとしてんのかとか、回転ちゃうんかとか、めっちゃ言われるわけですよね。なんか全部こっちの上げ足取るようなことばっかり言ってくるんですけども、それがもうすっごいこう最初はいいんですけど、どん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 不信が募っていって、もう嫌だってなって、全然効果ないじゃないですか。先生の言うことを守ってやってるのに全然効果ない、もうやってられるかってなって、放り投げた。で、まあ、自分で治そうって言って決意したっていうのがあったんですよ。で、僕はすっごい思うのが、まあ、この今ね、アトピーサポートっていうことで、まあ、約半年前からですね、やっとこうちょっとこう、ちょっとずつ大きく大きくして、で、アトピーの方をこう改善するためになんかお力になれることってサポートを始めさせてもらってるんですけども、やっぱやってると思うのが、やっぱアトピーの方って皆さんすっごい努力家なんですよ。すっごい努力家。だって誰よりもね、書くなとか言われて辛い思いもしてるし、やっぱ生まれた瞬間からハンデ背負ってるみたいな感じですから、ね、それを直すために頑張ろうっていうのを、ずっと背負ってるわけじゃないですか。そう、それで努力もしてきたんですよ、皆さん。でもうまくいかないんです。そう、頑張ってるのに報われない人がめっちゃ多いと思ってます。さあ、じゃあどうすればいいのかって言ったら、私は今回このアトピーアカデミーで何をしたいのかって言ったら、きちんとその納得できる形にしたいんですね、お話とかも。で、全て話も納得していただけて、そして納得いただけたものであれば、どんどんやっていきますよ、頑張れるよっていう人たち、そんな人たちが集まるようなグループを作っていきたいなと思ってます。やっぱりアトピーの方でも一部ね、人のせいにして、で、なんて言うんでしょうか、新薬を待つみたいな、もうどんどんこう何かに頼ろうとすがろうとして、もうね、環境が変わるのを待っている人とかもいるんで、もうそんな人は僕はもう本当にこのグループには入らなくていいと思ってるんですよ。まあ入らなくていいというか、合わないと思います。でも、うちのグループっていうのは本当に頑張れる人、コツコツやってきた人たちが、きちんと納得がいって、かつ簡単に取り組むだけで成果の出るような、で、アトピーをどんどん良くしていって、キラキラの人生を過ごせる未来を作れるような、LINE のグループを作っていきたいと思っていたんですね。で、それを今回発足させていただいたということです。はい、ということでですね、今回ね、まあ、アトピーアカデミーと、まあ、仮の名前で作ったんですけども、もしよかったらこちら、LINE でご登録ください。で、ご登録いただければ、今だけなんですけど、5つの特典をご用意しております。で、この5つの特典を見てやっていただくだけでも、アトピーの改善に、一歩近づけるものになっていると思います。で、もう鬱陶しかったら、もう途中でグループ抜けてもらってもいいです。特になんかお金がかかるとかもないし、ただ定期的に LINE が届いて、で、なんか、話が聞けて、で、解決できる内容が、なんか簡単に取り組めて、アトピー治すための情報が来るだけの、
まあ、サポートになるので、もう鬱陶しかったら通知オフとかブロックしてもらっても構いません。ただコツコツやっていきたい、どうすればいいのかわからない、でも私はコツコツやれるんだって人はぜひ、まあ、入っていただきたいし、お役立ちの情報になると思うんですね。やっぱり実践してもらわないと効果は出ないと思うので、はい、まあ、ということでちょっと長くなったんですけども、もしよかったら LINE 登録してください。で LINE に関してはですね、あの下の概要欄のところとコメント欄のところに、リンク貼っておきます。でそこからですね、あのメッセージいただければ特典を お返しするっていう感じで、お渡しプレゼントさせてもらうっていう感じになって、あとは日常的にポチポチたまに LINE が来て、あ、こんな情報やってんだな、あんなやってんだなっていうことが分かるようになっているので、はい、アトピーを根本的に治すための糧として使っていただければなと思いますので、もしよかったらご登録してください。ということで、動画をサボっていた言い訳を話す動画でした。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。